Porter. でしょ?謝るのそちらですよね。あ?見てましたよ。あなたがいきなり飛び出したの。気をつけろ。すみません。もう、なんで謝らなくていい人にすぐ謝っちゃうの?うん、ごめんね。ほらまた。悪い癖だよ、それ。どうだった?え?通知表。 もらったんでしょ?そういう反撃できますか?はい。あなた、ミグサの一学期、数学と物理以外は頑張ったよ、お父さん。数学と物理も頑張ってもらわないと国公立は無理ですよ。ね。 少々お待ちください。お母さん電話。え、誰?警察だって。え?はい、山岡照江ですが。武蔵川警察署刑事課の佐藤です。 つかぬことをお伺いしますが、町武則さんご存知ですよね。山岡さん、もしもし、ご存知ないですか。はい、弟です。詐欺窃盗で現行犯逮捕されまして、当署で留置中です。 お姉さんに面会させてほしいと本人が言ってましてね。ねえ、お母さんってずっと一人だったんだよね。弟なんていないよね。ねえ、いるの？ねえ、兄弟いるの？小さい頃親が死んじゃって一人施設で育ったって、あれ嘘だったの？ ごめんね、イラつく。それとりあえず何でもごめんって。なんで今まで騙してたの？騙してなんかいない。騙してたじゃん。危ない危ないじゃない。 久しぶり、娘さん。どういうこと？ 差し入れ頼みたいんだ。下着と
タバコと。なんだか顔見たくなっちゃってさ。そんな露骨に困った顔しなくても。ごめん。お袋には頼みたくないからさ。わかるだろ。痛いじゃないか。おばあちゃん生きてるの？おじいちゃんは？台湾から来て病気で死んだっていうのも嘘？それは本当。でもお墓がどうなってるかはわからないんだけどね。おじいちゃんが亡くなってね、私しばらく施設にいたの。じゃんけんぽい。見てだけね。うん。あー、すごい。これ何？お守り。いいな。てれえちゃん。お母さん、来てくれたよ。綺麗なお母さんね。一緒に暮らそうって。遅い。たくクズだね。新しいお父さんだよ。こっちは弟の竹則。お父さんって呼んでごらん。なんで来とってきたんだ今さら。炊事ぐらいできんだろ。ねえテル。恥ずかしがってないでさ、お父さんって呼んでごらんよ。お父さんだろ。俺はいいよ別に。お父さんだろ。父さん。聞こえない。お父さん。よし、じゃあ弟連れて買い物しといで。夕飯のおかず、さっき店教えたろ。これ竹則、お姉ちゃんと一緒に買い物しきな。お母さんたちはちょっとゆっくりするからさ。またかよ。いいって言うまで帰ってくんじゃないよ。いらっしゃい。お疲れ。何にしよう。ガンモドキ2つください。ガンモドキね、はいよ。ただいま。もう一周してこい。洗濯終わりました。なんだこのシミ。
手伝います。なんで落ちないんだもん。ちゃんと雑巾絞った？ごめんなさい。バカにしてんのかい。私が拭いたとこわざと汚してんだろ。その目。ごめんなさい。うまいね。ちょっとあんた、仕事は？あんなしょぼい仕事俺には合わねえよ。ほら、何やってんだよ。何見てんだよ。ごめんなさい。たく陰気な子だね。なんか楽しくなるようなこと言ってみなよ。今夜も母ちゃん仕事行くんだからさ、あんたらの飯のために。あの子かわいいやかんかん娘。赤いブラウスサンダル履いて、誰を待つやら銀座の街角、時計なんかおいで。そんなに歌いたかった？これ歌ってな。ごめんなさい。早く歌いなよ。あの子かわいいやかんかん娘。いいって言うまでやめんじゃないよ。
赤いブラウスサンダル履いて誰を待つやら銀座の街角時計眺めてそわそわニヤニヤこれが銀座おーてるえ行くよ引っ越しことはいいじゃないか。それともやめる？ほら、竹成てる。新しいお父さんだよ。お父さんだろ。返ししたい。え？お母さんの代わりに。その女私が許せないよ。やだ、怖いこと言わないで。甘いよお母さん。今なら虐待だよ虐待。その頃児童相談所とかなかったの？3番目のお父さんのところに引っ越した頃にはあの人も機嫌よかったんだけどね。竹のりはいい子だね。あの、うん、お祭り行ってもいいですか？祭り？安子ちゃんと一緒に。いいんじゃない？行ってくれば？なんだい、行かないのかよ。口パクパク開けて死にかけの金魚かい。お小遣いください。さんをいただきに参った。何をこしゃくな。うてうて。謎の銃弾の雨を受けてみろ。バン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 。あれ。あれ。
あれ、行こう。ダクト下手くそ。いやいや、まだ続きがあるよ。中学生だから。へえ。お礼は？ありがとう。うん、いいのいいの、これぐらい。何言ってんの、そんなことないでしょ。怪我する前ならともかくその足じゃ仕事復帰できるかどうかもわかんないのにさ、そんな上等な制服。ああ。着て見せてあげなよ。今ここで着替えてお父さんに見せてあげな。あ、てめちゃん向こうで。いいよ、ここで恥ずかしがることなんかないだろう。親子なんだから。いやでも。あんた黙ってて。ほらてるえ、脱ぎな。スカートもだよ。清水も脱いだ方がいい。俺ちょっと外出てるから行こうか。何恥ずかしがってんだよ。お父さん困ってんだろ。ほらごめんなさい。ほら、なんだこれ。色気づいてんじゃないよ、こんなもん。その辺にしといたら。あんた仕事探してこい。やめなよ、顔は。
ところに連れてってよ。憎いんだろ私が。いいよ。ほら殺していいよ。殺してみな。ほらほらやってみな。個人なんてみっともないだろ。可愛かったからじゃないんですか。私が可愛かったから施設から連れ戻したんでしょ、ね、だから産んだんでしょ、ね、だから連れ戻可愛いなんて一度も思ったことなんかないよ。やだやだ。産みたくなんかなかったんだよ。あんたなんかね、誰の子か分からしないんだよ。私にはあの人の血が流れてる。同じことになったらどうしようって。いつかあなたにひどいことしたらどうしようって。お母さんは違う。しないよ、お母さんは。でも。したことないし、今まで一度も。だって、可愛いんだもん、三草が。
方が生まれた時、お腹の底から喜びがぐってこみ上げた。夜泣きが止まなくても乳首思いっきり噛まれても可愛くて可愛くて仕方なかった。小さな指、笑顔、眠った顔、見てるだけで幸せで可愛い存在に、どうしてあの人は。おじいちゃんは優しい人だったんだよね。とっても。小さい頃のことだから、どこの病院で亡くなったとか、お骨がどうなったとか分かんないんだけどね。怒ってるかな、パパ。優しい人でね、心臓が弱くてあまり一緒には暮らせなかったんだけどね。テレーちゃんスイカ好き。おお、ブエ、いいのか病院抜け出してきて。ああ、今日は少し調子がいいから。テレのこと何から何まで。ああ、いいえいいえ、子供なんて二人も三人も同じ。さあさあ。ありがとう。うん、ようやお財産いころ。ちゃんだま。しわがんしや。ウォータースワン、ミャオウェイ台湾。あ、ウェイシャマ。おめえや、にゃおえちゅま？我会不去啊。我已经下定决心，在日本没有成功就不回去。但是，你的三千没办呢，テルエナ？食べなさい。一緒にいてやれなくて。上野のおじさんたち優しいよ。テル、これ持ってなさい。幸せになれるお守りだ。パパのママが日本に来るときに持たせてくれた。テルエが大人になるまでずっと守ってくれるよ。
パパの生まれた村にはね、これと同じ色した茶畑があるんだ。ずっとどこまでもどこまでも緑の茶畑が広がってるんだよ。どこまでも？そう、どこまでも。いつか一緒に行こうな、パパのふるさとに。うん。人が言ってたように、やっぱり私はパッパーの子じゃないのかもしれない。そう思うと、血なんてただの赤血球と白血球の塊だよ。そうだよね。うん。たとえ血がつながらなくたって、パッパーは大切なたった一人のパッパーだからね。どうしてそんなに優しい人が鬼みたいな女と結婚しちゃったんだろう。うん。あ、写真は？おじいちゃんの写真ないの？うん。あの人が全部焼いちゃったみたい。ねえ、探さない？え？おじいちゃんのお骨探して、お墓作ってあげようよ。お父さんみたいにちゃんとお参りできるように。ごめんなさいね、20年前に理事長も変わってしまって、それ以前の記録はもう残されてないんですよ。祖父がどこの病院に入院していたかだけでも分かりませんか？ごめんなさいね。陳文英さんという方の記録はありませんね。他の区で登録されていたんじゃないでしょうか。この辺？そう、上野のおじさん、台湾の友達だって言ってた。多分ここだと思う。名前は？周さん。奥さん日本人で、初さん。どうぞ。ありがとう。行こう。うん。テレーちゃん、アイスキャンデー食べる？うん、いりません。遠慮なんかしなくていいの。うちにいる間はてるちゃんはうちの子。私お母さんだと思って甘えていいんだよ。見てきたね、豊子さんに。お母さんにそっくりだ。その人たちはどこ行っちゃったの？さあ、あの頃はみんな生活していくだけで精一杯だったから、パッパーが亡くなった頃にはもうみんなどこかに引っ越しちゃったんだよね。ここが周さん家だとしたら、道渡ってあそこが氷屋さんかも。お母さん、すみません。
すみません、あの昔この辺で氷屋さんやられてた。はい、氷屋さんです。この辺で、あのアイスキャンディ。ああ、はいはい、シュウさん覚えてますか。奥さんはハツさんです。シュウさん、あの昔この辺で食料品店やっていた、なんて言うんだろう、乾物とか。シュウさん、茶畑やってるって聞いた。どちらでですか。鍵ってとこ。鍵、何県。台湾だよ。帰ったの、台湾に。これだよ、これ。台湾か。もう手がかりなくなっちゃったな。行こう。え？台湾。行こうよ。何言ってんの、外国だよ。これで終わりじゃ終われなくない？え？なんかこのままだと、なんていうのかな。お母さん変われない気がする。おじいちゃんには確かに愛されてたんでしょ。だったらおじいちゃんを探してもう終わらせようよ。そんな簡単に言わないでよ。え、終わらせる終わらせるって、そんな簡単なことじゃないの。じゃあ今のままでいいの。そんなこと言ってない。じゃあどうしたいの。あなたに分かるわけがない。分かるわけがない。お母さんにそっくりだ。いつか一緒に行こうな、パパのふるさとに。ですか。日本語わかるんですか。地獄に仏。先生、はい、食べて。はい、どうぞ。はい、うん、すみません。あなた親孝行ですね。僕感心しました。
こんな遠くまで骨探しに来るなんて。わかりました。僕の車で明日行きましょう。一緒に探しましょう。そんな。台湾では絆大事にします。親子、兄弟、夫婦、家族の絆。あなた一生懸命働いて、お嬢さん一人で育てた。一生懸命をお金貯めてここに来た。お父さんのために。偉いね。あなた方助けなかったら僕のパパに怒られるよ。暑かった。でも海外も疲れるもんだね。気持ちいいな。あの人についてて大丈夫かな。でもほら、名刺くれたし、ホテルの人とも知り合いみたいだし。そうね。日本語も通じるしさ。はあ、そうだね。ミカさん、着替えぐらいしたらいいのに。はい、ご苦労様。ありがとうございます。ワチさんね。はい、1ヶ月ご苦労様ね。ありがとうございます。初めてのお給料、何に使うの？お金貯めて一人暮らししたいんです。そっか。5時に終わったらとっとと帰ってこいって言ってんだろ。毎日遊んでこないと気が済まないのかよ。ごめんなさい。出しな。給料日だろ、出しな。仕事行くんだからさ、とっとと出せって言ってんだよ。お小遣い。ちょ、何するんだ、何するんだよ。だから何するんだよって言ってんだよ。なんて言ってんだよ。大丈夫？うん。
大丈夫。ワチさん、どうしたの？ユージさんが助けてくれたの。あなたのお父さんが、お父さんとあなたが、お父さんと私。そう、ずっとユージさんが事故で亡くなった時も、あなたがずっとそばにいてくれた。だから生きてこられた。いるよ、今も。ちゃんと。ありがとう。鍵で茶畑をやってる周さん、分かってるの？それだけで。すいません、本当に。いいの、タクシー高いからね。情けは人のためならず。石の上にも10年。不认识哎，我不认识这个人，不认识。到了。啊，不认识，不认识啊。你家去的对啊。啊，我上来敬你。哎，不清楚呢。啊，到了，谢谢，谢谢。到那边去找一下。好好好，我去到了。你认识他吗？他谁啊？我知道，我知道。啊，好的。好，我去到了。哪门的他？哎，我刚叫这主席去车里。谢谢。好，不客气。啊，哎。分かったかもしれません。この人が。あなたの探している周さんかもしれません。ありがとうございます。グッドラックね。はい。すいません、すみません。え、どうしました？あの、周育徳さん、昔上野で暮らしていた。知りたよ。奥さんはハツさんです。早年。这是我爸名字啊，不好意思，我不会讲六元，就问一下我妈妈啊，好不好？不好意思。好，谢谢。やっぱりダメか、台湾広いもんね。そう簡単に見つかるわけないね。もう一回頑張ろう。
物。おばさん、てるちゃん、てるえです。陳文英の娘のてるえです。わかりますか？わかりますよ。本当にてるえちゃんだ。生きてた。よかった。覚えててくださったんですね。当たり前じゃない。こんなに綺麗になって。豊子さんにそっくり。娘さん。はい。娘の三草です。あなたもまたお母さんによく似て美人さんね。よかった。幸せなのね。はい。よかった。あなたを残してこっちに来ちゃったから、ずっと心配してた。文さんが亡くなったって聞いて、やっぱりてるえちゃんを連れてくればよかったって。あの頃私たちも精一杯でね。ごめんね、一人にしちゃって。そんな風に思ってくださってたなんて嬉しいです。私の私に教えてあげた。てるちゃん、ありがとうね。二人とも来てくれてありがとうね。文英のお墓は台湾にはありません。お骨はまだ日本にあると思います。あの、こちらに父の親戚はいらっしゃるんでしょうか？いるけど、日本に渡るときに反対されてね、縁を切った状態だから。わざわざこんなところまで来てもらったのに役に立てなくて悪いね。とんでもありません。はい、あの、実はもう一つだけお二人にお伺いしたいことが。何？父と母のことなんですけど。母からよく言われました。お前は父親と同じ目をしてる。腹が立つって。母はどうして父と私のことをあんなに恨んだのかなって。二人が出会った時、僕も一緒にいました。まだ戦後のどさくさで大変だった頃ね。台湾では大陸から来た軍人や役人が腐りきってて地獄だった。あそこには戻れなかった。
僕ら日本に残って東京と東北を行き来して闇物資を運んでた。ただ飯食っといて見返りなしや、この野郎。ちょっと何しに来たの。持っててくれ。痛い痛い。おい、ちょっと、よさないか。なってみれ。おれ、おれ、おい、おい、なさい。なあ、すんなよ。おい、なあ、すんなよ。痛くない？痛い痛い大丈夫。痛いじゃないか。僕らは大丈夫。傷の一つや二つ残っても。いや俺は痛いけどな。大体どうかしてるよ。ったくだよ、あんな連中に向かっていくなんて。あいつが飯を奢ったぐらいでいい気になりやがって。大体あんたも一緒だろ。え？目的は私の体だろ。そんなことぐらいでね、なんとかなると思ったら大間違いなんだからね。安くないんだよ。君なんてことを。なんだよ、こんな汚いとこね、とっとと出てってやるんだから。なんだその言い方。大きな怪我がなくてよかった。何か温かいものを作りましょう。お風呂空いてますから。その日、豊子さんは文英に恋をした。そして二人は僕の家の2階で暮らした。あんた、私のこと一人にしないでね。どっか行ったりしないでね。なんだよ。今夜冷えそうだから。いやいや、いい。あいつらは寒くない。え、私に。うん、似合うと思って。ありがとう。生意気な割に純情で。私、誰の子かわからないって。豊子さんがそんなこと言ったの？はい。嘘よ嘘。そんなわけない。間違いなく、テルエちゃんは文さんの娘よ。ねえ。うん。じゃあなぜ、なぜ母は私のことを。
逃げちまう。え？逃げちまうよ。子供なんかできたら男はみんな逃げちまう。豊子さん？ねえ、豊子さんってば。おめでとう。夫婦になりましょう。おめでとう。どうしたらいいか分かんないよ。赤ん坊なんてさ、私が人の命授かるなんてさ、したらいいか分かんないよ。愛してあげればいい、それだけよ。だからそれが分かんないんだよ。愛してあげればいいってどうやってやったらいいか分かんないんだよ。分かんないよ。それでもあなたが生まれた時は本当に喜んでね。どう？かわいいよ。かわいくてかわいくてどうしたらいいかわかんないよ。名前何すんの？ああ、いろいろと考えてはいるんだけど。あ、文英の文の字を取って文子。あ、いやちょっと当たらないすぎるな。俺の行く徳から行くの字を取って行く子、いや徳子。だったら豊子の豊の字を取って。もう決めてるよ。え？私ね、ずっと貴様に背向けてきたから、この子はたくさん太陽に照らされる子であってほしいね。照江、太陽に恵まれる照江。私の名前を豊子さん言ってた。愛したくてもどうしたらいいか愛し方がわからないって。私が思うに、子供の頃愛された経験がなかったからかもしれない。不器用でどうしていいかわからないから、自分が愛されてる自信もないから確かめたかったんだと思う。不安で不安で、これでも私を愛してくれる、これでもそばにいてくれるって。Thank you.
分かったよ。台湾には帰らない。ずっと日本にいる。どういうこと？ずっと日本にいるから。本当かい？ああ。本当に？本当に。やった！豊子。やった！もろくて臆病で、そういう豊子さんも全部分かった上で、文さんは大きな愛で受け入れようとしたんじゃないかな。じゃあどうして？てるちゃん、あなたのここのあたりに傷があるでしょう。はい。ことが何度かあって、ブーさん、これだけは許せないって。とうとうあなたを連れて出て行った。そうそう、ニヤニヤ、これが銀座の眼科娘。
銀座のかか娘。山岡です。あ、お母さん、え、見つかった？まだ。でもね、杉並区の福祉事務所の人が調べてくれたの。パッパーの骨、お寺で供養されてるんだって。パッパーの骨ね、お寺でちゃんと供養されてるんだよ。野ざらしにされてたらどうしようって思ったのに。よかった。もしもし、みぐさん聞いてる？あ、もちろん。よかったね、今夜はお祝いだね。うん。あの時はありがとう。一人にしてごめんね。よく我慢したよな、姉ちゃんは。逃げ出せてよかった。家族もできて。あんただってこれから。俺には無理だよ。なんかうまくいきそうになると自分でぶっ壊す。おふくろに似てんのかもしれない。連絡なんかして悪かった。つい顔見たくなっちゃってさ。行こうと思うの。あの人に。お母さん。会ってどうするの？わからない。でももう逃げるのはやめようって思ってる。
いしかないよ。じゃあそれ2つお願いします。はい。お客さんどっから来たの？東京からです。あっそう。何しに？人に会いに。ブラウスサンダル履いて誰を待つやら銀座の街角時計眺めてそわそわに銀座の感覚すめ사요나라무슨회사하이무슨회사
っちゃくなってた。え？もっと大きい人だと思ってた。大きくて強くて怖い人だって。でも違った。いろいろ言いたくて、いろいろ聞きたくて、でも何でもよくなっちゃった。あの人に愛してほしいなんて、一度でいいから言ってほしいなって。言ってたよ。さっき可愛いねって。お母さんのこと言ってたんだよ。あの子可愛いやカンカン娘。Goodbye.